イサキのアクアパッツァを作ります。今日はちょっとシンプルにアサリとトマトとイサキだけで。アクアパッツァって難しくないですか？これが難しかったらもう料理やめた方がいいですそれぐらい簡単にできる。簡単で、もうこれには本当にやめた方がいいです。はい、じゃあいきますよトマトの湯むきからです。湯むきした方が皮が口に残らないですね。これイタリアンパセリですね。これもね、こうやってザク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 。乾燥パセリでもいいんですか？乾燥パセリは、ね、使っちゃダメですよ。香りが出ません。これはね、お塩だいたい5分から10分置いておいてくださいね。こうやってね、水分が出てきますから魚のね、匂いが出て、それをこれでミートペーパーに拭きます。はい、料理がね、やっぱり皆さん難しいっていうのはね、火加減なんですよね。火加減、料理火加減だから一回フライパンをゆっくり焼いてあげて中火で焼きます。美味しそうだなと思った時はもうひっくり返します。まあ、お肉でもそうですけど、皮がついてるお肉、まあ鶏肉ですけど、だいたい7割焼き切っちゃったんですよね、皮の。で、最後お肉の方で3割、もうこれ基本です。でこれでもう大丈夫ですね。今日は美味しいね、これだけで美味しそうですから。で、これでニンニクをちょっと入れてみますね。また入れます。よっ、トマト入れます。で、白ワインちょっと入れます。香り付けを入れます。お水を 90cc ですね。で、蓋します。で、これで強火で、そうすると塩は魚だけ、あとアサリ、ケッパーですね。ペッパーを、酸味が欲しいので、なかったらいいですよね。はい、まあ、美味しそう。で、ここでまたソースを煮詰めます。で、最後香り付けにオリーブオイル、オリーブオイル、このソースをこうやってかけていきます。これ簡単、完成です。